YouTube 動画をご覧の皆様こんにちは。クリカラ不動寺の森下瑞道です。この動画は名古屋の FM 局で私が担当しておりました瑞道指南帳という番組をこの動画のために再編集したものです。皆様に少しでも何か有効な情報があれば嬉しく思います。どうぞ最後までゆっくりご覧ください。おはようございます。森山区栗から不動寺の住職森下瑞道です。今週も森下瑞道の瑞道指南帳をスタートします。さあ、今週はですね、経営に神様は必要かという話をさせていただきたいと思います。工場やそれからオフィスなどに、神棚やそれから赤い鳥の神様を祀っていらっしゃるところ、もう日本全国にいっぱいありますよね。やっぱりね、会社の中に神棚がちゃんと祀られてて、その神棚を毎日、お掃除や、そしてまあお給仕ね、お水とかお塩とかね、そういったものがちゃんとなされているという、こういう会社ね、やっぱどっか違うんだよな。神棚に手を合わせることって宗教活動と違いますからね。皆さんご存知ですか？宗教っていうのはこの世の話ですよね。神様に手を合わせ、神様ってあっち、ここの世界じゃないですからね。はい。で、神様に手を合わせるっていうのは誰からか、やれとか、こういうふうにうるさいこと言われてやるんじゃありませんよね。自分が手を合わせたいと思えば合わせればいいし、合わせたくないと思えば合わせなきゃいいし、どっちでもいいわけですよ、早い話が。ただ、綺麗な気持ちで、綺麗な心で、毎日ね、今日も一日よろしくお願いいたします。という、そういう気持ちで手を合わせるから、気が良くなるわけですよ。そういう方がたくさんいらっしゃると、会社全体の気が良くなるわけです。気持ちがいい会社になるんですよ。気持ちがいい会社になると、当然ながら従業員の顔も穏やかで笑顔が増えてきますから、お客様、その会社にいらっしゃったお客様に対しての、まず雰囲気が良くなりますよね。ここの会社気持ちがいいな。またはここのお店は気持ちがいいなと。そうするとまあ、例えば自分がお客さんで行った時に気持ちがいい、お店や会社に行った方が、そうじゃないところに行くよりは絶対いいじゃないですか。で、会社になんかこう仕事を頼む時でも、やっぱり気持ちがいい従業員、気持ちがいい対応してくれるところに仕事を出したいですよね。まあ、例えば技術レベルとか、それからサービスレベルに極端な差があればまあそれは別ですけれども、まあしかし大概気がいいところはね、大体サービスも技術もいいんですわ。ここに持っていってくれるのが、まあ一つの考え方として会社に祀っている神様であったり、また工場の一角に祀られている赤い鳥居の神様であったりするわけですよ。気軽になんかこう手を合わせれるところがあったら、今日も神様よろしくお願いしますとかね、会社の中に祀られている神様であったとしても、個人的な悩みで手を合わせる方だって絶対いますからね。だって心の中で言ってるわけだから、誰にも聞こえないからね。何考えてるのか、何拝んでるのか、何を思ってるのかっていうのは誰にも分かんないので、いいんですよ。やっぱりね、この神棚と神様を祀るということは、とにかく会社全体の気が良くなるんだと。気が良くなる、気持ちいい会社になる。だからまあ祀らんよりは祀った方がいいんじゃないのという話でございました。森下瑞道の瑞道指南帳、また来週です。お相手は私、森下瑞道でした。